今までさっきはデザイン、コーディング、検証、インスペクトっていうのは検証っていう意味ね、だったのが逆になったの。最初にね、コーディングがあって、それから検証をして、早めに動く動かないを分かるようにしておきたい。あ、このアンドロイドだったら動かないとか、この iPhone だとダメだった、 PC だとそもそも動かなかったとかっていうのを早めにコーディングして検証して分かっておくことで、最後にじゃあちゃんと動くね、よしよし、じゃあデザインしよう。そうするとさ、デザインだったら色、まあ、下にあるようにデザインには汎用性があるんですね。このコードじゃないと動かないっていうことってプログラムに多いと思うの。でもデザインってこの見た目じゃないと絶対ダメですっていうのはないんだよね。だからコーディング側でこういう動きをさせないとダメとか、この動きは実装できないってなった時に、じゃあデザイン側で変えましょうねっていう風にするために、デザインが一番最後。